セラミーの初期を考えたら普通に守護神してて成長したなって感じる。ここに来てセラミーが大活躍してるのエモい。最近ちょっとセラミーの人気というか評価が高いな。すごいねセラミー、こんなに変わる世間のイメージ。インテル戦のドタマのイブラのゴール痺れました。さすがエースですね。いやあれはねマジ、あの心の底からガッツポーズしたよね。十何年も前のサッカーゲームでよ。みんな最近心の底からうわってガッツポーズしました？私はしました。十何年前のゲームで。能力上がって怒られるストリーマーかっけーじゃん。ストリーマー、自分の能力上げる暇があるんだったら他にやることありませんか？売り込みです、自分自身の。売り込んできて他のクラブに。ズラタンはもちろんだけど、アッカーといい仕事するチャウの存在が大きいな。ここに来てチャウが頭角を現してますね。メガネアツさん、あなたをチャウの代理人として任命いたします。よろしくお願いいたします。カップ戦でザメホフ使ってほしい。カップ戦ザメホフ行くか。今日カップ戦あったかな、確かな。ザメホフ行くか。ジョアンデルソン・フェリペ、ブラジル人の方。なぜ私、どういう経緯で私のチャンネルに行き着いた。しゃあ、むちゃくちゃ調子いいからね。優勝を目指して駆け上がっていくだけだよ、大人の階段を。前回、負けそうになったけど、勝ったんですよ。で、引き分けそうになったけど、勝ったんですよ。その結果7勝1分けで、2位インテルとの差が6勝ち点差。すごくない？すごいと思うんだけど。これは本日どこか、ミランでカップ戦があるんですよ。この相手がリバプールで、ドルトムントでバルセロナ。ちょっと気分変えよう、こっちの部屋番でやめよう。フォルランで行きましょう、フォルランで。でカップ戦があるんで、ザメンホフを使おうっていう話がねコメント欄でも出てたと思うんですけど、まあ、ザメンホフ、ザメンホフ、ザメンホフで、ミランは4位ですから、待って、強くない？もう五角形見るだけで自信なくす。すごいじゃん。この試合は本気でいきます。マタイセンさんはちょっと休もうか。いや柳やな、もう一回柳にちょっとチャンスをあげたい。でとにかく強いですから。ミランはネスタ、ルジェリ、ウォルトン、ムーア、ピルロ、セードルフ、ヤンクロスキ、カカ、クライフ、ジラルディーノ。てかジラルディーノめちゃくちゃ強いな。イブラ、クライフさんが強いのはわかる。ジラルディーノ強っ。しゃあ、イブラがミラン相手に点を取る。それが過去とそして未来とイブラのあるべき人生、それとの決別です。ニューイブラになるんです。そこで初めてイブラは。さあ抜け出した、ラスキンが上げて、柳がへっ、おい、ただ僕は生きてる、なぜあの時外したんだろう、ただ僕は生きてる。マジ、ただ僕は生きてる。やなぎ、ミラン相手にやるんだ柳が。見てくださいこれ、雨の日にバーチャットから何か授かってんだこれ、多分ご神体を、バーのご神体を。はい、挟み込み運動。え、なんで？ナイスセラミー！これだよ、もうコメント欄がセラミーへの褒め言葉で溢れてんだから。必要なチェック、プレッシャーを与えます。さあ、いけるか。いや、ファールは OK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 。 いや、レジェンダリードラゴンやりたいけど、ちょっと18だったらレジェンダリードラゴンでいいと思うんですよ。20はちょっとダメなんで巻きます。ちょい強かったか。しかし北澤さん、ちょっと振り返ってみるとだんだんと中盤で、いやーパンデフ最高。これね、うめえな。強いイブラ、おお、期待感があるね、やっぱイブラはね。リーグでの成績です。やば、クライフはやばい。なんでクライフがミラにいる。チャンスになる、ナイスラスキン。大事なところ
いや、イブラがここまで戻ってきて守備するよ。いいね、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 いいよ、いいよ。30分、ここの段階で勝って、何が？ここで笛です。何が？このセットプレーですけど、もっとサイドを使っ、もう何が？ピッ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 、雷の石使ったろ。ピカチュウがついに雷中になったら、さあ、こっからだ。いいワンタッチです。うめえ、イブラ。オーケー。なんかね、別に特別なことしてないと思うんですけど、取られないんですよ、イブラって。選手の動きに注目ですね。それがね、すごいなって。ゲレル、柳沢。ナイボー、柳。いや、惜しい。それはさ、バンクスがいい読みしすぎ。イングランド代表。前へゆっくり送ろうという場面です。アーグル。OK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 。 衝撃的なゴールから始まったが、打たれてんな。もう1点決めよう、心配だから。イブラさん、お願いします。競り合った。いや、クラバンさん、マジセンターバック適正ないけど、全くそんなことを感じさせないよね。クラバンさんは何でもできるってことなんやろな。これ仕掛けましたよ。いや、ハンドじゃない。柳頑張った。柳頑張った。ルイス・ガルシア、いいでしょ。いいとこ出ました。いやまだ1点差なんで、そういった頼むぞ。いいボール。イエーけど、ウォームアップをしてる選手が見えますね。はい、ベンチが慌ただしい。やば、やばすぎ、やばすぎ。危ねー。細かいボールの奪い合い。死んだかと思った今。オッケー。これありだから、これありなんだよ。ほら。さあ、通ったぞ。ちょんと。いやー。強いぞー。俺たちすごいよ。シェフチェンコ入ってきたか。こっちをメンバー変えます。いやー、ミラン相手にこれは気持ちいいね。さあ、これで2点。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。はい、抜けた。タン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 の冒険。ここは阻まれています。中にいなかったですからね。あー、危ないね。やーい、完勝。でも全て俺、柳のおかげだと思う、この試合に関しては。あの先生、アッカーのおかげでした。アッカーのおかげでした。ゴールキーパースキル上がった。セナビすごいよ。塗り写真が軍よ。いよいよ、いよいよ、もうほんとワールドクラスよ、これ。D1 カップ。これは、フルタンオーバーです、リバプール相手には。これですね、メンバーは。ザメンホフ、スタメン。一体、いつぶり？てか、初めて？ストリーマー、アッガー、クラバーン、マグロ、スピード、ラスキン、シュバイニ、チャウ、リセンコ、ターレ。ストリーマーと比べちゃおう。ストリーマーは何が得意なん？ストリーマートップスピードも加速力も69。OK、 いいよ。一応ディフェンディングチャンピオンなんで、我々が不甲斐ない試合はできないっちゃできないんですけど、カップ戦はね、ちょっとターンオーバーしながらやっていきたいと思ってます。ディフェンダーとしてプレーします。はい、ちゃう、空いてる。ちゃう、ちゃう、ちゃ、ちゃ。マグロー、惜しい。さあ、今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。まあ、そこまで持っていく回数は多いということもありますしね。そっからどうするかでしょう。いいよ、いいよ、リセンコさん、いいよ。全然いい。そういうのやってこ、やってこ。ちょっと合いません。いいよ、ストリーマー必死さは伝わってる。私にも、お客さんにも必死さ伝わってる。ちなみにストリーマー、これ誰のユニフォームだかわかるか？このユニ、お前が師匠と慕っているあの男のユニだ。バレン。いいカットですね。さて、北沢さん、何でしょう？ We Unitedまだ得点はなく、いやー、もうそこの最後のスルーパスの角度どうにかなんねえかな。中へ通す。やばすぎる。いいとこ出ました。はあ、ザメンホフはリーセに取られ、リーセ、ゴール
ザメを、ザメ、ザメってこんな顔してたん、ザメって。まあ、硬い試合だけどな。一応ホームアウェーなんで、負けたとって終わりってわけではないんですけど。ここで奪い合う。え、なぜ、いでこ、やだー、奪った。ラスキン、チャウ。いいよ。タルさん、いやー、頭越えないか。流れを掴みたい。いいね。ワン、ツー。さあ、戻す。いいね。リセコ、うまい。いやさすがリセンコさん、さすがですよ、マジで。うまっ。あるよ、逆転。見せますね、ストリーマー、ストリーマー、スピード、スピード。ゴール前にいるのはブチャリッチ。ザメーホン、仕事しろー。え、なに？やっぱセナビーって神だったんやな。待って、シュート打たれた直後どこ見てんの？ねえ、ボールここ、ねえ、どこ見てんの？ダメだ、ザメホフはやっぱ。セナビーってすげえわ。繋いで。うまっ。うわー、惜しいなー。カメラさん、ロスタイムが2分です。いや、超えない。いや、惜しい。うわー、試合終了の笛が鳴りました。まあ、いかがでした。そうですね、ザーメンホフは二度と使わん。使えたもんじゃない。まあ、ホームアンダーウェイなんでね、まだ分かりませんが、ドルトムント戦です。はい、ドルトムントはもうほぼ互角みたいなもんですね。いや、これストリーマーがスタメンだわ。もちろんヌリシャヒンさんと比べますよ、それはね。はい、メッツェルダー、ハイティンハー、デゲン、マティウ。マティウ強っ。持ったブライトナー、メザグ、スモラレク、バックリー、ヤンコラー。カップ戦のことは忘れて、しっかりとね、リーグ戦は勝ちたい。バイデンフェラーの壁を突き破れるかどうか、そこです。さあ、今し、ドルゴムクルト、左から上がる。やばい、ストリーマーだからな、ファーの。あ、いいですね、センターバック。頼む、オーケーだ。いいボールですよ。あるぞ。ゲレールさーん。いや、イブラの動き神だな。来た。え、なんて。壊れがちですよね。無理射手。全部ファールになる。狙ってきた。オッケーだ。仁王立ちセラビー、身を振りの術。コースを塞ぎます。おー、ナイスだ。だこ、いや、今私何もしてませんからね。押されるだけだって進むんですよ、ストリーマークラスになると。マークを見せます。これは、さあ、パンデフ。さあ、パンデフ。打っちゃえ。はい、パンデフ。はあ。すごすぎるパンデフだ。もう何のあれ、柳もいいパス出したんだね。柳もうすごいもんね。もう簡単に決めるパンデフは。これです。素晴らしい。ただ前半終われよ、これで終われよ。うん、終わり。よし、はい、うち1本しか打ってないんだ。でも大丈夫、イブラはまだまだこっからです。前半全然温存全然だったんで。パスを繋いでいく。後ろから押さえ、いや、オートスラだけどな。お、これ勝手にやったんだよ。ファンデフさんの個人 AI が。いや、いいよ、柳ナイス守備よ。あ、やばい、あぶねー。ストリーマー救ったチーム。あ、ちょ、うん、右サイド、うん、
やばい、やばい、ほら、おー、怖えー、これがあるから。一瞬中を見た。さあ、ここ、いや、ないね、ネルシャヒン。さあ、正面で、これを防げばいいだけ、オッケー。いや、いい三枚返してます。ちょっとね、相手のフォメとバッチリ噛み合っちゃってんのか、なんかあんまりパスが回んなくて、すごい、全然使うポイントないんだけど、これ動画で大丈夫かな。オッケー、コーナー。さあ、ここで行っちゃおう、我々のデンキャロート。おお、フリーだ。はい、来た。はい、ブラ、チャウが一人だけもう元気もりもりマッコリ。いや、うめえな。ペナルティーレアでもしっかり滑ってくんな。はい、どうしたー。はい、バンデフ、もう一回、どうしたー、どうしたー、バンデフ、バンデフ、バンデフ、素晴らしいわ。あの謎の特大ロケット宇宙開発ループシュートなければハットトリック。何やったんあれ、蹴っ飛ばして終わりかな。よしよし、すごくない、本当に。そうですね。次どこでしたっけ。バルサか。でもバルサ11位なんですね。もう勝ち点差8よ、2位の。もしかしたらイブラとかちょっと疲れてない。最高、シュバリーだけ疲れてます。今日柳の出番がすごいな。まあ、ルイス・ガルチアさんと比べますか。プジョル、マルケス、ベレッジ、ファン・ブロンク・ホルスト、ファン・ハヘネム、ファン・ボメル、シュスター、ロナウジーニョ、メッシー、マジで強い。はい。ただ、去年の、前年度のカップ戦の決勝がバルサでしたっけ。勝ったよな、俺たちな。やばいやばい、それエトでしょ。これはタイミングが合いません。危ねえ。柳、びっくりした、マジでいいパス出すじゃんって思って。細かくステップダイレクトで出す。いや、よく我慢した、今マジでよく我慢した。向こうからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。さあ、イブラゾグランダーでしたけどね。イブラヒモビッチ狙いすましたシュート、ね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。狙ってくんの、まだ誰だと思ってる、メッシさん。こっちのゴールキーパーを右に回して、いや、これはもらったんじゃない、これはもらった。なんで、かなり強引に切り込みを見せます。さあ、競っていく、仕掛けてきた、やばい、ナイス、塗り写真神。なんかみんなフェイントとかすげえ使ってきて、やだバルサ。あ、ちょ、なんで？この上がりですよ。取ってんのに。再びライトマトレ。おお、フリーだ。頭で流し込む。おい、いい、そういうアーリーとかもどんどんやっていっていいと思う、マジで。きたー。抜けた。なぜ？ビクトールバルデス強いって。いや、コーナーで決めますよ。俺たちは。コーナーが入った。もしがって。やば。いいボールだ。じゃあ、やけー、サミエルエトー、どうした？ドセナミのプレッシャーでビビったか？この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか？いや、マジか。無理射品。そしてナイスボール。さあ、競っていく。いや、素晴らしい。ど真ん中じゃん、シュート。オッケー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 、あとはイブラさんでゴール決めたい。いいいい、イブラさん走って来たんじゃない。いやいやい、
ナイスアッグル。オッケー。ここで本当に強くなったよね、マジで。先制して前半を。何なんだろうこれ。2人入っただけで。サーキスト。ダットファールです。はい、メッシさん。熱くなってるんちゃうか。さやなぎ。ここいいですね。うえい。柳がいい。さあ、ここ来たんちゃいますか、またこれは。え、交代です。スピードちゃう、リセンコ。いいよ、みんな成長するだろうし、繋がった。イブラのためにいいボール上げてくれる。ほらほら、左へ回してちゃう。来た。いいところで受けた。左足だ。リセンコさんやっぱいいわ。イブラとも息合ってる感じするし、このちょいちょいループね、このチョコンループ、ボーンじゃない方のループシュート、最高じゃん。うわ、もうちょ待って、すごいわ。本当に強くなった。やばいな、真ん中振りすぎない。ナイス、セナビ。開きましょう。ほら見て、リセンコさん。で、これこっち行く。いいコンビプレイですね。で、こうで。そんな強く。俺、チョンのつもり。チョンじゃん。アシストランキングで上位に位置しています。これはリーグでの成績です。ラスキン対ロナウジーノ。ホイッスルです。ん？イラついてるね、ロナウジーノ、ラスキンに対して。つなぎます。さあ、リセンコさんで。いいちょっと貯めて時間稼いでこうでこう、スペースを使う。出ましたね。右へ回す。さあ、こっからだ。セリアット、ロングシュート。焦ってるねー。入り込みにくいね。ねえ、ガウフシャさん。シュート最後の位置を見せる。よし。さあ、跳ね返した。頭で来る。はい。ここ止められましたね。勝ち。もうセナビがお散歩して勝ち。ここはキーパーキャッチします。終わり。もう最強ネゴニア FC が。何も文句ないもの、ジャザーさん。本当に、はい、振り返っていかがでした。ヌリシャヒンが魔王座待ちか。 B ユナイテッド素晴らしいね。誰か上がりそうじゃ。クラバンさんだっけ、上がりそうだったの。あ、上がってるわ。ほんでこれでどれぐらい開きましたかって8よ。ゴールランキングは。それでもやっぱあれなんだ、ばらけちゃうか。やっぱり我々ね、控えも点取ってるしね、うちのチーム。アシストもばらけてるね。そういう個人タイトルとかじゃないから。次回レアルマドリーとやって、リバプールとのカップ戦セカンドレグ、アトレティコユベントスです。でその次が移籍交渉なんで、キリゴンザレスさんはまあ取ろうと思います。それ以外のやつ、ルーレット次回決めましょうか。もしかしたらできるかもしれない。そんな感じでよろしくお願いいたします。優勝できそう。ありがとうございました。さよなら。